渡辺明は、特殊技術専門の映画美術監督、福井県出身。愛称は、なべさん。1929年4月1日、美術学校を卒業後、小畜家鴨撮影所に助監督として入社。美術担当となり、撮影日誌だった、ぶらや栄治と知り合い、グラスワークなどのトリック撮影をぶらやと共に研究する。1942年4月1日、 津村屋栄治に壊れ、ハワイマレー沖海戦で特殊美術を担当するため、東方に遺跡。特撮用ミニチュア制作など美術全般を担当する。1947年、戦争と平和から特殊技術も兼任。日本映画技術賞を受賞する。1948年、津村屋栄治が東方を退社。津村屋に代わり、特殊技術チーフを務める。1950年、 ぶら屋英二が東方に復帰。以後、特殊美術チーフとしてぶら屋組、特撮班を支える。1954年、日本初の特撮怪獣映画、ゴジラで特殊美術監督を担当。1966年4月1日、東方を退社。ぶら屋特技プロダクションの川上影志らと共に、日本特撮プロダクションを設立。百九十九年、 英民、91歳坊津。つぶらや英二の片腕として1942年から1965年まで東方の特撮専門の美術監督として活躍。ゴジラやキングギドラ、バラゴンといった人気怪獣の最終デザインは渡辺が手掛けたものである。また、ガス人間第1号や伝送人間などの SF 映画では人間改造室や伝送機など 不気味なメカニックのデザインを受け持ち、作品のイメージを盛り立てた。セットの小道具として、ネオン管を取り入れ、SF 的なイメージ効果を高めている。戦争映画や怪獣映画に使用する、特撮の隠しミニチュアの制作も認じていた。ゴジラの逆襲に登場する、自衛隊の兵器車両、ポンポン砲車も、渡辺のデザイン、造形による。 戦車のミニチュアに特にこだわり、キャタピラ一枚一枚を金属鋳造し、エンジンを搭載させて動かすこだわりようだった。中島春は、凝り性で、人を乗せて走る戦車を作って喜んでいたが、あれはもうこだわりすぎてて、今じゃもうできない遊びだったねと語っている。ウルトラマンでは、前代未聞の巨大宇宙ヒーローの初期企画に関わり、ガルーダ神のような有力の宇宙怪獣。 ベムラーをデザインしている。このデザインは後に自らが特撮監督として関わった大居住合破に受け継がれたともされている。戦前に津村屋に指示した後小畜映画に移籍。1963年に津村屋に招かれ津村屋特技プロに入社していた。富士テレビの特撮番組怪獣王子を制作した京都の特撮プロダクション。 日本特撮株式会社とは関係ない。三大怪獣地球最大の決戦 DVD。ありがとうございます。